ストボール2024モバイル無課金の市ディビジョン前のうち開幕でございます。開幕一発目のガチャイベントは周回フィーガチャでございます。プレミアリーガ、プレミアカリーガ、プレミアカリーガ、プレミア、後ろ行ってまた前に行くと、また前行ってで、ね、また前行くと見せかけて後ろに行く、出してほんで行ける、中入れてさらシュート、モドリッチ出して一回縦パスつけて森江ですから出して、オッケー縦行ってのこれ行っちゃうか、クロス上げて森江です、いやアメリカコマ行け。こんにちは、ドラゴンワールドの部室へようこそ。どうも皆さん、ドラゴンワールドです。ということで、本日から、イクトボール2024モバイル、無課金の市、ディビジョン前のうち、開幕でございます。はい、もう、本当に楽しみにしてた、イクトボール2024シーズンが開幕したということで、もう、試合感から、システム面から、本当、いろいろなところが、23シーズンから変わって、その変化を楽しみながら、私、ドラゴンワールドも、イクト三昧でございます。もうね、23シーズンでは、無課金の地、ディビジョン前の道、毎回、ディビジョン2で、終了と、毎度悔しい思いをしてきましたが、24シーズン、さらにテンション上げて、ディビジョン前の道、完走したいと思っていますので、ぜひ、これからも動画のご視聴と、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、では早速、24シーズン、開幕一発目の、ガチャイベントの方に向かっていきましょう。はい、ということで、イクトボール2024シーズン、開幕一発目のガチャイベントは、周回フィーガチャでございます。なんですけども、このガチャの中に、私、ドラゴンワールが絶対に当てたいという選手が一人います。その選手がこちら、はい、ソン・フンミン選手でございます。いや、もう私、ドラゴンワールをトッテナムのね、応援している身でありますので、先日のバンリー対トッテナム、リアルタイムで観戦しておりましたが、もう5対2で圧勝。新キャプテン、ソン・フンミン選手は圧巻のハットトリックということで、いや、このソンはね、マジで欲しい。もう絶対に確保したいですね。そして見てください、皆さん、プレイスタイルがハットトリックしたということもありまして、ラインブレイカーに変更されているんですね。いや、マジで欲しい。ライブレイフォンソンとかめちゃめちゃ欲しいよ。しかも見てこれ。なんと決定力が90。やばすぎるでしょ、これマジで。見てよ、このスキル。ダブルタッチ、コントロールカーブ、そしてワンパワンシュート。もう決定ないでしょ、これマジで。本当に最強クラスのセンターフォワードが出てきたんじゃないかなというふうに思っております。そしてもう一人欲しい選手があります。その選手がこちら。はい、久保建英選手でございます。いや、もうね、先ほどの日本対ドイツ戦、私もリアルタイムで観戦しておりましたが、いや、もう15分間でね、久保くん、2アシストと、いや、もうやばすぎるけど、そもそも、ラリーガでもめっちゃ活躍してるからね、本当に。もう昨シーズンからもう、めちゃめちゃソシエで活躍してて、今シーズンも、もうだってもう何回、マンジンボブザマッチ取ったんだ。もうわかんないぐらい毎回取っててさ、もう本当に毎試合見ててワクワクするようなプレーをしてくれるから、日本代表戦でもね、本当に活躍してくれて嬉しかったですね。いうような感じで、このソンと久保くん2選手狙ってガチャ早速引いていきたいと思います。では今回も無料分のチケットを使ってガチャ引いていきたいと思います。頼む、マジでくれ、ソンか久保くん引かしてくれ、頼むぞマジで頼む。まあ、とりあえずプレミアカリーガ、プレミアカリーガ来てくれ、プレミアリーガ、プレミアリーガ、プレミアリーガ、プレミアカリーガ、プレミアカリーガ、プレミアカリーガ、セリア、え、もうこれルイスアルベルト確定ガチャやんけ。え、そうだよね。え、もうこれルイスアルベルトやん。ルイスアルベルト、待って、全然。はい、ということで、ルイスアルベルト選手獲得でございます。いや、まあ、ソンもね、久保くんも引けなかったけども、でも、ルイスアルベルト選手、ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ嬉しいよ、普通に。ルイスアルベルトめっちゃ強いからね、本当に。使いやすいし。はい、ということで、いや、マジ、ちょっと今回のルイスアルベルト、能力値そんな見てないけど、結構強そうな感じであるんだけどな。まあ、毎回結構当たりだからね、ルイスアルベルト。はい、113センチ右足と。いや、マジで結構、プレイメーカーか。結構、OMF で使えるね、これ、無印で。ボルコン93。え、めっちゃ、やば。グランドパス96？フライパス91？え、決定力も79はあるんだ。プレイメーカーでこれすごいな。で、ボールキープも89あるのか。めっちゃ使いやすそうなんだけど、今作。いや、ちょっと待って。ボディコン81。あー、まあ、スピシュンはないけど、結構、ダブルタッチあんじゃん。ダブルタッチあんの。えぐ。ダブルタッチあんだと結構もう使いやすいんじゃないこれ。ワンパワンシスレバス。え、めっちゃ強いやん、これ、絶対。いや、めちゃめちゃ使用感いいよ、これ、ということで。では、早速、ルイス・アルベルト選手、使っていきましょう。はい、ということで、試合マッチングできましたので、選手のコンディションを見ていきましょう。モドリッチ絶好調、キミッチ絶好調と。じゃあ、ちょっとモドリッチ絶好調なら、ルイス・アルベルトとポジション変えちゃおうかな。OK、じゃあ、ルイス・アルベルトセントラに変えて、ベンチメンバーどうだろうな。ベンチメンバーのコンディションは、見ていきましょう。モリンテ絶好調。あ、ラファエル・ゲレロ絶好調か。
じゃあ、ソンと交代かな。じゃあ、ソンと交代して、これでいいかな。ということで、じゃあね、早速、お相手さんの姿を見ていきましょうかと。はい、どうお相手さん、いや、マジ強いね。ちょっと待って、カカ。カカエグいってマジで。マジでカカ苦手なんすよね。ほんとに。もう2列目から飛び出されると。もうどうやっても手つけらんないからな。これで全体的にめちゃめちゃ強いけども。まあでもやっぱり24シーズン開幕一発目なんだね。頑張っていきましょう。では早速、1試合目、レッツゴー。はい、ということで前半やっていきましょう。オッケー、ここをしっかり赤字でクリアしていこう。オッケー、サンキュー。で、モドリッチでこっからタイム出して、フォーデンからさらもう一回ちょっとじゃあ、ここモール持って、オッケー、フォーデン。じゃあ、外のムバペ出そうかな。ムバペに出して、ムバペちょっとこれドリブルしようか。ドリブルマジで24シーズンしやすくなったからね。じゃあ、ここ縦行くと見せかけて後ろ戻ると。後ろ行って、また前に行くと。また前行って、で、また前行くと見せかけて後ろに行く。オッケー、フリーになったね、これで一回。じゃあ、イルスアルベート預けて、じゃあ2列目出して、フォーデン行ける、中入れてサラシュート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 オッケー取っていく。もう言うことで1点目サラしっかり持ってきていくと。いや、今のスペース作った動きめっちゃ良かったね。今ねルイス・アブレートから縦パス入れてフォーデンがめちゃめちゃいいね、体の受け直しで。いやー、しっかり1点目取っていくということで、前半1点目奪っていったと。あかんじ、ここでルイス・アブレート出して、 OK、 ルイス・アブレート叩いていく、素晴らしい。いや、落ち着きがすごいね、さっきからマジで。ルイス・アブレートね、結構召喚いいですね、これね、マジでいい感じになんて言うんだろうな。体は重くないけどパスに重みがあるね。なんかパスが繋がりやすいわ、本当に。アホのパスでインパクトはないか。オッケー、サンキュー、奪われる、素晴らしい。こっから一手落として、いけるんじゃない、これいけるでしょ。サラ行ってしまえ、サラ行け。いやー、なんで俺そっちやってんねん、なんでそっちやってんのマジで。今シュート打ったらいけたんじゃないのマジで、やらかした。はい、ということで前半終了と。いや、でも今作ね、結構ね選手が疲れないんですよね。なんかスタミナが結構さ、なんか乗りそうだよね、やっぱりめちゃめちゃ走った感じあっても全然疲れてないんですよね。ムアッペが若干疲れてるから、だいぶ第70分ぐらいかな、交代していきましょうか。では早速後半入っていきたいと思います。 OK、 じゃあここから赤ん字からムアッペに出していきましょうか。じゃあムアッペ受けて、 OK、 速攻で反転していく。今のうまかったんじゃない、結構。じゃあ縦パス入れてフォーデンからモドリッチ、モドリッチがさらいけるか、ダブルタッチできないか、これ。ちょっと待って、いや大丈夫か、これ無理か、くそー、うわー、ちょっと待って、どっちだこれ、コーナーかな、今のコーナーでしょ。じゃあここら辺で交代していこうかな。時間的にはね64分なんで、多分ちょっと疲れ始めてるかな。よし、じゃあ選手の交代していきましょう。おいつさんもするのかな。オッケー、じゃあここでとりあえずどうしよっか。じゃあモリエンテス絶好調なんだよな。じゃ、モリエンテスも入れたいから、モリエンテスとりあえず OMF の位置に置くけど、一回変えて、ここでサラ OMF90 になっちゃうのか。サラ90になっちゃうか。じゃ、どうしようかな。じゃ、コマン入れて、デアラスカイトも入れようか、とりあえず。デアラスカイト入れての、まあ、これでいいかな。オッケー、行きましょうか。よし、じゃ、このコーナー、ニアに合わせていきたいけど、ニアちょっと待って、クライフいるね。オッケー、じゃ、しょうがないから開けていこうか。よし、ここでデアラスカイトワンチャン、無理か。キミヒボール受けて、ちょっと待って、怖いな、怖いな、レオン怖いな。ちょっと待って、レオン来ちゃったよ、マジで。レオン来ちゃった、やばすぎる。マジで天敵すぎるんですよ、本当に。あのね、カカよりも嫌だ。でも一番嫌なのよ、レオン。レオンとエイズが一番嫌だ。あ、無理か、くしゃ、やらかした。コマンで今ちょっとね、ドリブル持ちすぎちゃったね。あと、あ、オッケー、サンキュー、ルイス・アブレット、素晴らしいインターセプト。こっからモドリッチ出して、一回縦パスつけて、モリエですから出して、オッケー、素晴らしい、あらつけた、マジか、やらしかった、君の惜しかった、今のは。いやー、惜しかった、オッケー、コマン、サンキュー、素晴らしい。ここから前に行って、オッケー、こっからクロス上げようか。オッケー、いける、あ、無理か、無理だったか、いや、待って、なんかごちゃごちゃしてる、頑張れ、出やすかった、無理かい、無理なんかい。じゃ、身長の差があまりにもあったね、今な。オッケー、じゃ、ここ縦、ちょうだい、いけるか、サンキュー、素晴らしい、レイニュード。ここ縦パスつけて、レファエル・ゲレーロ、これ、行くと見せかけて、またドリブル見せていきます。オッケー、縦行ってのこれ行っちゃうか。クロス上げて、モリエンテス、いや、アメリカ、コマンいけ、コマン、サンキュー、コマン決めていくということで、1試合目、切り詰めき、2のシーズン一発目、2点リードと、いやー、素晴らしい。今のラファエル・ギレールのドリブル、やっぱりなんか、結構、なんて言うんだろうな、ダブルタッチなくても、今作、サイドでいけそうだね、結構ね。いや、なんか、デルフィール使えそうな気がするな。スキル追加がね、外れちゃったんですよ、ダブルタッチ。もう、付け直そうと思ってるんですけど、ちょっと待って、そんな話したら、ちょっと、危ない、びっくりした。いや、もう、本当に嫌すぎる。あのね、レオン怖すぎんのよ、この人マジで。あのさ、陸人すぎないマジで。スパサブのレオンのさ、2列目ってマジでさ、どの選手よりも陸人な気がしちゃうんだけど。オッケー、じゃあとりあえずここで戻るち、頑張れクロス、あぶね、ちょっと待って、やめて、クリア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 、やめて、オブね、びっくりした、もう怖いよ、本当に。マジで怖い、ちょっと待って。なんか嫌な予感がしてくるけど、カカこれ上げてきそうだな、なんかこれ上げてきそう、上げてきた、やっぱり、やめてくれ、頼む、レイニードサンキュー、あぶね。よっしゃ、あと83分なんでね、さすがに守りきりたいところでございます。3点目狙っていきましょう、縦パスつけてのゲレイロ、ここから、いや無理か、デンベレ、ちょっと待って、デンベレ、待って、まだいんの、レオン、ちょっと待って、やめて、レオン、やめて、ダブルタッチしないで、やめて、ちょ、もうよくわかんないんだけど、なんでもうわかんないよ、
もうわかんないよ。もう乙骨ユダみたいになっちゃったけど。いや、マジでこれな、どういうこと本当に。もうわかんないんだけど、本当に。なんでこれ、今、ちょ、待って、やりかした。今のパーセーブ、ちょっと立てます、雑すぎたか。ちょ、待って、ルイスアルベット頑張って戻ってもらって、お客さん、ちょ、待って、待って、やめて、なんか嫌な予感する。やめて、マジやめて、マジやめて、いや、デメル来ないで、マジで、お客さん、素晴らしい。言われてる、クロス、クロスじゃない、クリア、オッケー、そして、デアラスケート、ボール持って、かっかい、やめて、なんでまたかっかいんの、あんた。ちょ、待って、やめて、インザギ来て、やめて、やめて、本当にやめて、オッケーさん、あ、感じ、クリアしていく。92分、これが頼む、勝ち切りたい。最後は勝ち切ろう。オッケー、勝ち切っていこう。でも行きそうだね、これね。オッケー、サンキュー。ここでクリア、しっかりボール奪って、ちょ、待って、なんで？もうなんでや !94 分やって、もうわかんないよ、本当に。なんでそんな簡単に決めて、もう終わっちゃったよ。はい、ということで、83分から、まあ、地獄の7分間が続きまして、お相手さんのレオンによって2点追いつかれてしまいまして、2024シーズン開幕一発目の試合は引き分けとなってしまいました。いやー、2点リードしてからちょっともう勝ったかなって思っちゃったね。もうそこのおごりだよな、マジで。もうそっからプレイ雑にちょっとだけなっちゃったからね。そこ疲れてしまいました。いや、もうこれからね、そんなことないように頑張っていきましょう。ということで、皆さん改めましてご視聴ありがとうございました。無課金の師、ディビジョン前の道、完走できるように、これからも全力でイーフトを楽しみながら、ディビジョン1目指していきますので、もしよかったらこれからも動画のご視聴とチャンネル登録よろしくお願いいたします。では皆さん、次回の無課金の推しディビジョン前の道でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。